なぜ港は、鹿児島県奄美市にある港湾。奄美大島の北西部にあり、港港は北側を東、シナ海に対して開け、他の三方は陸地に囲まれる天然の良港としての形状を有する。また、鹿児島港と那覇港のほぼ中間に位置することから、九州沖縄間の海域における避難港として機能を有し、 公安法上の重要公安に指定されるほか、高速法上の特定港にも指定される。奄美大島における物流、観光の拠点となっている。大まかには、長浜地区、新港地区、本港地区、助大熊地区に分かれている。左が、本港地区、中央の貨物が積まれるところが、新港地区、船舶が停泊するところが、長浜地区手前の右側が、 本港地区、川対岸が、新港地区、船が停泊するところから、奥が、長浜地区なぜこう縦が見当台、フェリーと島より、観光船岸壁には、天海海上保安部の拠点機能強化型巡視船、天城と高速特殊警備船、海門が常駐するほか、クルーズ客船が寄港する際に使用する。このほか漁船の船だまりもあり、鹿児島県警の取締り船、 大島も常駐する。なお、気候実績として、民間船舶として、ゾンダム、アスカ2、パシフィックビーナス、富士丸、日本岸、ナッチャンワールド、石狩などがあり、前述の港の形状上、1万トンクラスの大型船舶は自力による、解凍接岸が難しく必要に応じて、タグボートなどが沖縄などから遠征してくる。近年は、 日本の国防上の重要な島初部にあたり輸送、訓練のための自衛艦や、それに伴う民間借り上げのチャーター船機構の際も、同岸壁を使用している。岸壁は定期フェリー専用となっており、同時に2隻が接岸できる区の字型岸壁が整備されているが、取扱い貨物量の増加に伴い2役作業場が手狭になっているため拡張及び耐震性の強化を、 測るため、将来的には同時に3隻が、同時に接岸できる、直線上の岸壁を整備する予定。旅客用のフェリーターミナルがあり、ボーディングブリッジが整備されているが、夜間は、最終便出港後から、始発便入港前まで閉鎖される。旅客扱いを行う、航路急行とも呼ばれる。港の最深部に位置しており、かつては、定期船や、 貨物船のほとんどが使用していたが、現在は埋め立てられており、地区の奥まったところに漁船の船だまりがある。貨物地区として整備されており、鹿児島と離島間を結ぶ老老船や貨物船などが主に使用している。近年、大和運輸の新事務所も当地区に移転し、新しい上屋を設置している。また、災害や休館発生時に使用される。 緊急用ヘリポートが整備されている。以前の緊急ヘリポートは山腹にあり侵入コースが限定され条件が良くないために移転された。現在、国と県による港湾整備計画に基づき、お希望波堤工事及び、本港地区の埋め立て工事などが施行されていることから、フローティングドックやサンドコンパクションパイル船など特殊な工事用の作業船などの機構も多い。 使用船舶と航路、キョラムンの船外、第三南海丸は2010年11月17日、ナゼ港を希望破堤に衝突し、船首を損傷し穴が開いて、ナゼ港までは自力航行したが、修繕施設のある鹿児島まではそのままでは浸水の可能性があり航行できなかったため、ナゼ港にて応急処置として、鉄板を外部から溶接して、海上保安部の許可を受け、 鹿児島へ開港し、鹿児島にて一時的な防水処置を施し、次の定期点検までは一時的な補修をした状態で運行していた。AB なぜこう港湾計画改定、国土交通省上りのフェリー派の上は予約があれば、薬島に寄港することがある。同時運航船舶の使用岸壁によっては、停泊時間中に長浜及び助け大熊地区へ移動することもある。 南海日日新聞に2008年7月2日付、バックナンバー天海の街づくりに係る事業の整備方針について決定しました。鹿児島県、ありがとうございます。